どうもこんにちは。私ヴァンフォーレ甲府のサポーターの矢部と言います。今日はですね、8月24日に行われた ACL の組み合わせ抽選の結果に対するちょっと私の意見について述べていきたいです。まずですね、今回、我々ヴァンフォーレ甲府が入ったのが H グループになるんですけれども、3チームとも日本から、遠い都市になってしまいました。ね、我々サポーターはですね、現地に応援に行くために、多くのお金を費やすことになり、正直今愕然としています。で、今回対戦する3チームについてのちょっと私の意見述べていくと、まずメルボルンから、メルボルンシティグループで、かつ A リーグのチャンピオンという形で非常に強敵だと思ってます。私個人の感想としては、ポットさんの中で最も強いチームという認識です。で、またメルボルンまではですね、東京から13時間ほどかかる最も遠い場所になります。そして今回9月のファーストラウンドで、我々はアウェイのメルボルンの試合ということで、非常にタフな状況からの ACL のスタートになったなというところです。で、続いて、ブリーラムユナイテッドで、ここはですね、タイで2年連続3冠を達成しているということで、いわゆる絶対王者的な存在かなというふうに考えてます。で、今回のポット1の中では、最も戦力が低いという見方はあるんですけれども、我々からすると、かなりの強敵だと思ってます。で、またブリーラムはサポーターが非常に熱狂的ということで、この12月 ACL のグループステージ第6戦最後の試合になるんですけれども、この一戦については私個人的には一番楽しみな試合です。で、最後に、石膏 FC です。名前は変わりましたが、過去には日本代表の監督も務めた岡田武史さんやフィリップ・トルシエさんも指揮を取ったチームです。で、あとですね、元日本代表の大黒摩季さんも所属していたということで、日本でもその存在は知られてます。ちょっと知ってる時が前のクラブの名前になるので、石膏 FC って言ってもすぐその前の名前とちょっと紐づかない人が多いっていうのが実態ではあるんですけれども、ちゃんと説明すると、あのチームかという形で、サッカー好きの人には大体その存在は知られている形ですね。で、今回プレーオフのちょっと映像を見たんですけれども、ユニフォームのこの胸のスポンサーのところですね、ここがパナソニックだったり、あとはピッチ上にある看板が東芝だったりと、日本企業がすごく前面に出ている印象を受けたので、やっぱそういう日本との関係も強そうなクラブだなというところの印象も受けて、何か縁のようなものは感じています。で、我々これから中国に渡航をするんですけど、そのためにはですね、現状ビザを取得する必要があります。なので、ちょっと準備いろいろ大変なんですけれども、なんとか乗り越えて現地で我々のこのヴァンフォーレ応援したいなというふうに考えています。なので、石膏 FC のファンサポーターの皆さん、10月の試合の時はぜひ我々を温かく受け入れていただけるとありがたいです。今回このグループ H 強敵揃いですけれども、共にグループステージ突破を目指して頑張りましょう。